2013年イタリア総選挙は、イタリア共和国の立法府である大議員と、元老院を構成する議員を選出するために、2013年2月24日25日に行われた選挙である。今回の総選挙は、2012年12月21日に、マリオ・モンティ首相が辞任したことを受け、翌22日に、ジョルジョ・ナポリターの大統領が、 上下両院を解散したことに伴って実施されるもので上下両院の全議席を改選する。選挙では2011年11月に就任したモンキ首相が進めてきた構造改革路線の是非が問われており中道左派の民主党と中道右派の自由の国民の二大政党にモンキ首相が結成した政党連合イタリアのためモンキと共にが 第三局として割って入る構図となった。2011年11月、悪化していた財政危機の責任を取るため、ベルルスコーニ首相が辞任した後、ナポリターの大統領はエコノミストであるモンティを後継首相に指名、上下両院で北部同盟を除く各政党の承認を経て、政治家を排除した企業幹部や外交官などで構成される実務型内閣を発足させた。 モンティ首相は、緊縮財政政策を実施、同時に、年金支給開始年齢の引上げや、物価スライド制の廃止といった、年金改革や、資産税や、付加価値税の増税、解雇規制の緩和などを実施した。この結果、2012年秋までに、財政の健全性は大きく改善され、欧州連合指導部やドイツのアンゲラ・メルケル首相から、高い評価を受けた。 しかし、一方でこれらの改革は国民に強い痛みを強いるものであったため、モンティ政権の支持率は下落、各政党の協力姿勢も徐々に弱まっていった。特に、PDL は2013年総選挙を前に抵抗姿勢を強め、12月に入ると、経済施策の採択を、ボイコット、政府による改革を批判するなど反旗を翻した。そして12月8日、 ベルルスコーニが PDL 党首として2013年総選挙への立候補を表明したことを受け、モンティ首相はナポリターの大統領に辞意を表明した。これを受け、ナポリターの大統領は議会を解散し任期を前倒しする形で総選挙を行うことを決意した。周比例区では政党及び政党連合の全国特票に応じ、ヘアー式最大乗与方式で政党及び政党、 連合の全国議席数を決定。1の場合において議席獲得するためには単独政党では4%以上、政党連合では全国で10%以上活属している政党の最低1つが全国で2%以上の得票を得る必要がある。少数言語者を代表する政党は当該話者の保護を定めた特別検証がある。 終選局で20%以上の得票を得た場合に、議席を配分。1において、最多得票を得た政党あるいは政党連合が340議席以上を得た場合は、そのまま議席配分。340議席未満の場合は、最多得票の政党あるいは政党連合に340議席を配分。1で確定した、全国議席は、政党連合に参加した、政党。 州比例区の政党及び政党を連合にヘアー式で配分。各州比例区で各政党が提出していた比例名簿の順位に従い、名簿上位から配分議席分だけの候補が当選。小選挙区では比較多数の得票を得た候補が当選。在外選挙区では政党得票に従い、各政党に議席を配分。 各政党は優先投票が多かった候補者順に当選者を決定。州比例区ごとに部屋式で政党及び政党を連合に議席配分。1の場合において議席を得るには政党連合の場合各州で20%以上の得票で活属する政党の最低一つが3%以上の得票を得る必要がある。単独政党及び 得票率20%未満の政党連合の場合は8%以上の得票を得ることが必要。1の結果に関わらず、周比例区で最多得票を得た政党、または政党連合の議席数が55%未満の場合は、当該政党、または政党連合に、周比例区議席の55%を配分。残余議席は、他の政党及び政党連合に、 ヘアー式で配分。州比例区ごとに、政党連合に参加した各政党に、議席配分。州比例区ごとに、各政党が提出していた候補者名簿の上位から、配分議席分で当選者を決定。トレンティノアールとアディジェ州ではまず6小選挙区で、比較多数を得た候補が当選。そして小選挙区における得票は、州単位で行う比例代表選挙において、 候補者所属政党の得票として換算。各政党の得票数から、各小選挙区の当選者得票を差し引いて、調整得票を算出。調整得票に従って、州比例定数をドント式で配分するが、比例定数は一人なので、比較多数得票を得た政党が議席を得る。比例議席は、小選挙区で落選した候補者の中から小選挙区、投票率が、 最も高い候補者を当選者とする。バルレダオスタ州の小選挙区では比較多数得票を得た候補者が当選。在外選挙区では政党名簿に当ぜられた得票に従い、ヘアー式で各政党に議席配分。優先投票が多かった候補者順に候補者が当選。本総選挙に候補者を擁立した主要政党や政党連合を紹介する。 2月24日と25日の2日間にかけて行われた選挙の結果、民主党を中心とする中道左派連合は会員において最多得票を得た結果、プレミア議席を付与され過半数を制したが、上院では過半数を制することができなかった。中道右派連合は上院で前線検討した。反近縮策と規制政党批判を展開した5つ星運動は、 上下両院で中道左派、右派の二大政党連合に肉白する議席を獲得、単独政党別では下院において民主党に次ぐ第二党となった。一方、文ィ首相が率いた中道連合は両院ともに4位と低迷した。ありがとうございます。